イクス大丈夫？やっぱり私、手伝いましょうか？え、子供じゃないんだから、大丈夫だよ。それに、もうすぐ着替え終わるから。どうしたんですか、コーキス？だってさ、マスターとミリーナ様、全然変わらねえからさ。確かに。でも、ミリーナ様が幸せそうで本当に良かったです。よし、お待たせ。あ、イクス様のお着替え終わったみたいですよ。ええ、それじゃあ失礼します。どうかな。イクス、すごく似合ってるわ。とってもかっこいい。お、マスターの意見を取り入れてもらって黒い布使ってもらったんだな。イクス様って意外とセンスあれですよね。あれってなんだよ。カーリアは相変わらずだな。着心地はどう？あ、大丈夫だよ。でも、なんか変な感じでさ。え？やっぱりその服気に入らない？だったら作り直すわ。え、あ、違うよ。第一、この服、具現化じゃなくて、ミリーナが手縫いしてくれたんだろ？その気持ちが嬉しいし、デザインが嫌だとか、着心地が変だとか、そういうことじゃないんだ。ほら、俺、急に背が伸びただろ。ミリーナの顔がいつもより下に見えて、なんか落ち着かなくて。そうよね。魔境結晶の中でイクスの体が成長したなんて。うん、成長じゃないのよね、きっと。まだこの現象が何なのかわからないから、イクスの体が心配だけど。確かに楽観視はできないよな。でも今のところ変な自覚症状はないからさ。ただ急に背とか髪が伸びて驚いたってだけだよ。マスター、あ、この髪の毛どうかな。本当は長髪のままでもいいなって思ってたけど。ダメ、長髪は縁起が悪いから。なんだよそれ。まあでもダメだって言われたからさ。せめてちょっとセットを変えてみたんだ。うん、前の髪型もすっごく可愛くてかっこよかったけど、今回の髪型もすっごく可愛くてかっこいいわ。可愛いはちょっと嫌だけど、気に入ってくれたならよかったよ。お、どうした、コーキス？え、いや、なんでもないよ。コーキスはイクス様が帰ってきてからずっとこんな風にニヤニヤしてるんですよ。だってさ、マスターがちゃんと目の前にいて、ミリーナ様が笑ってて、やっと俺がずっとこうなったらいいなって思ってたことが現実になったからさ。コーキス、辛い思いをさせてごめんな。辛かったのはマスターだろ。痛いのとか我慢してたんだから。みんな大変だったんだよな。っていうか、まだ大変なのか。うん、今日からは俺もみんなと一緒に頑張るから。イクス。でも頑張るって何から手をつけたらいいんだろう。そもそも俺たち何をしたらいいのかな。帝国が脅威だってことは分かってるけど、相手が何をしようとしているのか、俺たちは何をしたらいいのか、全然整理できてないよな。まず目的をはっきりさせる必要があるのか。さすがイクス、頼りになるわ。ああ、懐かしいな、ミリーナ様のマスター全皇帝。ミリーナ様はイクス様の前に出るとダメな感じになっちゃいますね。そんなことないわ。イクスが頼りになるのは本当だから、否定することが何もないのよ。
強制だってそこまで全肯定できないけどな。ですね。あ、そういえばミリーナはどうして黒い服を着てるんだ？え？前に着てた赤い服似合ってたのに。あ、黒い服もかっこいいけどさ、なんか大人っぽくて。うん、そうね。でもイクスがこの服をかっこいいって言ってくれたからこのままでいるわ。イクスはこういうテイスト好きだものね。え？うん、まあ。それじゃあそろそろ行きましょうか。フィルが待ってるわ。わかった、行こう。イクスが来たぜ。イクス、久しぶりだな。元気そうでよかった。みんな早くイクスに会いたいって思っていたんだ。何よりミリーナとコーキスが苦しんでいたからね。あ、あの、改めて待たせてごめん。それからありがとう。ああ、全くだ。1年近く待たされたんだからな。その間に共栄店様も随分増えましたしね。大丈夫だよ、マスター頭はいいからすぐに覚えられるって。頭はってひどいな。それとフィルさん、やっとちゃんと会えましたね。イクス、やっぱりその姿。フィル、イクスの変化に心当たりがあるの？あ、いや、違うんだ、ごめん。その、僕が知ってるイクスによく似ていたから。フィルさんの知ってる俺？最初の俺ってことですか？ああ、そうだよ。それとイクス、僕のことはフィルでいい。あ、でも。なあフィル、このイクスとミリーナは具現化されたもう一つの可能性でリアライザーなんだって言ってなかったか？混同するなって言っておきながら、お前イクスに一人目と同じ対応してくれってのはおかしいんじゃねえの？ああ、そうだね。僕が一番割り切れていなかったのか。すまない。君たちにしてみれば僕は単なる中年のおじさんだよね。分かっていたはずなのにな。フィリップ様、あの、俺もフィルって呼んでいいです、いいかな。年下だから生意気に聞こえたら悪いんだけど。もちろんありがとうイクス。そろそろいいか、話さなきゃならないことがたくさんあるんだ。あ、そうだよな。いいよ、進めてくれ。それじゃあまずは現状について報告しよう。リフィルさんに資料をまとめてもらったんだ。いくつなら読んだ方が早いだろうって。わかった、読んでみるよ。エドナ、そんな顔しなくても大丈夫よ。分かっていたことだもの。別れの時が近づいているって。それより、ベルベットたちには話したの。ケルケイオンに移るって話。いや、まだだ。それにあいつらは、俺がここを離れようと気にしないだろう。そうね。単にケルケイオンに行くだけですもの。会おうと思えばいつだって会えるわ。ああ。好きな時に。パルミエを届けてやれる。それぐらい自分で持ってきたら。そうだな、うん、そうよ、自分で届けてちょうだい。必ずね。そうしよう。気をつけて。ああ。
ったのか。せめてここでなら救えると思ったのに。待っていてくれ、ミラ。メルクリアの様子はどうだ。やっと眠ったところ。無理もないよ、ナーザ将軍を。お兄さんを失ったんだから。ナーザはどうなったんだ。虚無に引き戻されたのか。うん、また永遠の牢獄に閉じ込められたんだ。そうか。苦しみを伴わないだけこちらの方がマシだったのかもしれないな。共栄天に何がわかる。虚無の絶望を永遠の苦痛とせよ。死にながら生き続ける終わりのない地獄に私たちは閉じ込められていた。ナーザ、いや、ウォーデン様はまたそこへ戻されてしまったんだ。ああ、わからないさ。だが、大切な人を失った者の気持ちはわかる。メルクリア様のことか。俺は、アステルのためにここに残ると決めていた。だが、メルクリア様のためにも残るというのかい。ならば自分がどこに属すつもりなのか、はっきりさせるんだね。所詮デミトリアスはセールンドの王族だ。ビフレスト公国にとっては、仇の一人。メルクリア様を守ってきたからこそ従ってやってきたが、この後はわからない。随分と不穏な話をしているじゃないか。安心しろ、ジュニア。貴様は用済みだ。ファントムが国威の鏡師の元に落ちた今、貴様は使い道のないゴミくずに過ぎん。ローゲ、エルレインは落ち着いたのか。はっ、元より取り乱してなどいなかったわ。肝の太い女だ。それにどうやらこの体の持ち主をよく知っているようでな。君もよくよく考えておくんだね、ローゲ。メルクリア様のご意向次第では我らは帝国を離れることになる。知ったことか。何？この程度のことで心が折れるような小娘が我らがビフレスト公国を率いるに値するものか。それに貴様の考えていることなど、デミトリアス帝はとうに気づいているぞ。なあ、デミトリアス帝。精霊の封印地から戻っていたのか、デミトリアス帝。ああ、マクスウェルは捕らえられなかったがね。ところでチーグル。いや、ビフレストの黒き虎。どんな教徒を呼びした方がいいかな。セールンドに敗北した私に気高きドンナー家の名前は似合わないからね。チーグルで結構。失礼した。あなたやビフレストの方々の気持ちは分かっているつもりだ。ゆえにメルクリアにも自由を与えたし、ビフレストの公国の復活も帝国の目的の一つとした。だがコーキスが誕生し、イクスが自由になった今、あまり悠長なことも言ってはいられない。ティルナノーグがニーベルングと同じ過ちを犯さぬように、あらゆる手を尽くす必要がある。それが非道であったとしても、私たちの望みは世界の救世を前にしては小さいとでも言いたげだね。神の救済の前では全てが矮小な事柄に違いない。何？だが亡国の復活がお前たちの救済につながるというなら否定するつもりはない。むしろ叶えてあげたいとすら思う。だがこの世界で私の力は大きな制限を受けているようだ。君は
ベルセレオス博士と一緒に具現化されたというエルレインか。具現化か。私の奇跡の力が弱まっているのはその具現化とやらの影響のようだが、こんなことは初めてだ。ここでの私の運命、私がここに作り出された意味は一体。君の存在の意味はこの世界に救いをもたらすことだよ。いずれわかる。エルレインの奇跡の力に関しては新たに研究チームを立ち上げる。ジュニア、彼女を頼むよ。はい。精霊層に関してはレイカー博士とベルセリオス博士に一任した。メルクリアに預けていた資源賞とその配下は帝国で吸収しよう。すでに国威の鏡師のもとへ走った者もいるし、再編は不可欠だろう。私もようやくこの体が馴染んできた。いや、本来の姿を取り戻したのに。馴染んだというのもおかしな話だがね。とにかくこれで私も自由に動けるようになった。やっとラグナロクに立ち向かえる。詳しい話は作戦会議室で行おう。サレとハスタも呼んである。お待ちください、父上。メルクリア、起きて大丈夫なの？大丈夫じゃ。メイドたちが父上のことを話していたから、いても立ってもいられなくなって。メルクリア、無理はしない方がいい。父上、資源賞を取り上げないでくだされ。わらわには兵が必要です。アニューユ様を二度も殺したあの鏡師を倒すために。メルクリア様それでこそビフレストの皇族よ。見直しましたぞ、メルクリア様。わかった、悪いようにはしない。だが今は部屋で休んでいなさい。いいね、メルクリア。きっとじゃぞ父上。